はい、ハリケンです。いつも動画ご視聴いただきありがとうございます。本日はですね、ベントラクスさんのあれをやっとね購入することができたので、皆さんと一緒にね開封をしてレビューしていきたいと思います。今日ご紹介する商品はこちらです。ベントラクスさんの焚き火トング、やっと買うことができました。ずっと売り切れで買えなかったんですけれども、先日ねたまたまホームページを覗いたらなんと在庫があったんですよ。もうすぐポチってねやっと届きましたんで、皆さんと一緒にね開封していきたいと思います。ベントラクスさんといえば、私はですね一番初めに購入させていただいたのがランタンポール、タープポールにもなるポールと、あとですねその後コット、マグカップ、それからシェラカップなんかを今使わせていただいてるんですけれども、このね焚き火トングがとにかく評判がいいんですよ。ただ在庫が全然いつも売り切れで買うことができなくて、やっとね買うことができたので非常にね楽しみにしております。それでは開封していきましょう。いきますよ。じゃん。おお、この中裏にも書いてありますね。焚き火を愛する全ての人にこの1本を送るって素敵ですね。でこちらが多分ね説明書とか、いつも商品の中にシールとかね、その辺が入ってたりすると思うんですけど、ほらシールとかね入ってます。これ今私ボックスとかに貼ってるんですけど、これはちょっと置いときましょう。でこちらがいよいよご対面焚き火トング、かっこいい、すごいな。いきますよ、じゃあ出していきましょう。こんな感じですよ。これね長さが42センチあります。で幅が15センチっていうのは、これが15センチなのかな。で高さ、この取っ手部分のこの厚みというかですね、これが多分3センチになると思います。で重さは 420g で、ここの本体部分はスチールでできていて、ここの取っ手の木の部分は欅で、ここのこのね金色に輝くパーツが、これが真鍮で作られているそうです。こういったタイプの、ね、焚き火トングは初めて購入するんですけれども、このベントラクスさんの焚き火トングの最大の特徴がですね、ここのバネなんですね。よくこういった形の焚き火トングって言い方でいいのかな、あると思うんですけど、このバネがないので、こうもちろん掴む時も握らなきゃいけないですし、開く時もこの手でねこっち側でこう開いてあげないと、こっちの開く力でこの取っ手自体を開いてあげて、こう閉じて何かを掴むっていう感じで、開け閉め両方こう力が必要だったんですよ。それがこのベントラクスさんの焚き火トングですと、ここにバネがついているので、開ける時はこの握ってる力を緩めてあげれば自動的に開くんですね。なんでこう何かを掴む時とかでも非常にね掴みやすいと。でかつこの形状も含めてですね、細かいものまでかなり掴めるということで、すごく評判がいい焚き火トングになりまして、なおかつねやっぱねかっこいいんですよね。作りが今までの商品もそうだったんですけれども、すごく質感が良くて、この手触りなんかもねすごくいいですし、ここの真鍮のパーツがまたいい味出してますよね。まあこういったところがですね、皆さんに喜ばれて使いやすいっていうことでですね、評判がいい理由なのかなと思います。こんな感じで、はい、非常に使いやすそうです。では、まあ、これだけじゃねどれぐらい使いやすいのかってわからないと思いますので、一旦ちょっとこれはどけますね。ちょうどね先日アップした動画で薪割りをしたと思うんですけど、結構ね細かくした薪が今手元にあるんですよ。これをちょっと試しにね掴んでみようと思います。まだ私も使ったことないので掴み心地とかわかんないんですけど、ちょっとやってみますね。全然簡単に掴めるし、こう全然ぶれないですね。ちょっとね重い薪がないので、大きい広葉樹の薪とかそういったものは今掴めないんですけど、
こんな感じで非常にね細かいものも掴みやすいです。ほら見てください、自分の手かのごとく掴めちゃいますよ。こんな薄いやつもこうやって掴めちゃいます。ちなみにこのカス掴めるかな、このカスはちょっと難しいが、ちょっと向きを変えたらいけそうな気がするけど、このスイングカスはさすがに無理でしたね。これはちょっと無理でした。ただ非常にこんなね細かい巻きでも持つことができますんで、かなりこの掴みやすさはですねいいんじゃないかなと思います。重いものって言ってもちょっと今参考になるものがないので、これをちょっといくつかまとめて掴んでみましょうか。ちょっと細かいんでばらけちゃいますけど、まあ、こんな感じで例えば2本とかね、こんな感じで掴むことはできます。ちなみにですね、今まで私はこの焚き火のこういったトングっていうんですか、巻きつかみっていうんですかね、に関しては一番初めに購入したのは100円ショップさんの、まあ、こういうタイプのね巻きつかみを買ったんですけど、ここの部分がペラペラで、なんていうんですか、大きい巻きとかをつかもうとするとすぐベロンってこうベロンってなっちゃって掴めなくなっちゃったんですよ。でここがもうズタズタになっちゃって、こりゃダメだってことで次に購入したのがこちらのスノーピークさんのこの焚き火のトングを買ってまして、まあ今ずっとこれ使ってたんですけど、特に何か不満があったわけではないんですが、別にこれもね普通に掴めますし、ただ先ほど申し上げたようにこのベントラクスさんのね商品がやっぱりかっこいいし、こちらの焚き火トングはね使ってる方の評判が本当に良かったので前から欲しくて、でただずっと買えない状態が続いていたので手に入れることができなかったんですけど、ちょうどね買えるタイミングだったので買ってみたという経緯になります。まだ実際にね焚き火で使ってはいないんですけれども、これでねこう薪を焚き火にくべていくというのをね次のキャンプでねやってみたいなと思っております。ちなみにですね、ちょっとこの中に中をちょっと開けてみたら、こんなね革の紐が入ってたんですけど、これって焚き火トング使ってる方何に使うかご存知だったらコメント欄とかでね教えていただけると嬉しいです。これなんだろうな、こうやってこことかでこう開かないように持ち運びの時とかに湯がいとく用なんですかね、違うのかな、それともなんかこの辺とかにこう湯がいてちょっとねアクセントにみたいな感じなのかな、ちょっとわかんないんです。もしねご存知の方がいれば教えていただけると嬉しいです。ちなみにですね、このバネがついてることによってこう何もしてないとこのように開いちゃうんですよ。で持ち運ぶときは何かしらマジックテープとかでもいいかもしれないですし、何か手先が器用な方でしたらパラコードとかでこうなんかこう締めたり開けたりできるような感じで編むことができる編み方があると思うので、そういったものでこのね閉じるように作ってあげるといいかもしれません。私はちょっと不器用なんでそういったことはできないんですけど、これはこれでねまた何かケースとかは考えていきたいなと思っております。ということで本日はこちらのベントラクスさんの焚き火トングを手に入れることができましたので、皆さんと一緒にね開封しながら初めてちょっと薪とかを掴んで使ってみました。購入をね検討されている方の少しでも参考になれば嬉しいです。また実際に焚き火で使っている様子は今後のキャンプ動画でねお届けできると思いますので、よろしければチャンネル登録とグッドボタンを押していただきまして、キャンプの動画含めてお待ちいただけると嬉しいです。それではまた次回の動画でお会いしましょう。さようなら。